どうも、河野です。今日はですね、よっこいしょ、ズータっていいんだよね、こっちでね。ズータっていう、よいしょ、キックボードの紹介なんです。紹介って言っても、まあ一番最初の動画上げたやつが実はこれなんですけど、ちょっとカメラもですね、このいいカメラになってちょっと写りも良くなったんで、ちょっと改めて撮り直そうと思いまして、撮り直し動画という形で、お届けします。これですね、実はキックボードの中でどちらかといえばちょっと高価な分類に入ると思うんですよ。で、当時私が買った時の価格が確か5万円今ちょっと、すいません、今手元に何も資料、販売価格の資料がないままお話ししてるんでちょっと分かんないですけど、後ほど、調べてですね、またお伝えしたいなと思うんですが、これですね、前から欲しかったんです。前から欲しくてですね、一番私が欲しかった理由、このステップの広さ、すいません、ね、反対ね、よいしょ、結構重たいんですよ、これ。ステップのこの幅の広さと長さ、この長さ、これがですね、一番で欲しかったんです。で、タイヤも大きいんで、走破性がかなりあるということなんですけど、まあ、でも実際、日本の道路交通法事情、これを一般道で乗っていいのが、まあ、要は歩道とか、まあ自転車専用レーンとか、ね、そういうところで乗っていいのかどうかまではすいません、ちょっとまずそこら辺もね、まだ私自身ちょっと下調べが甘くてですね、ちょっとまだきちっとしたことわかんないんですけど、それでもまあたまに近所をですね、これでふらーっと走っております。はい。まあ、警察の目に留まっても今のところですね、変にこう咎められることもなく、走れているので問題ないのかなと思ってるんですが、そうですね、これでちょっと、まあ、走ってる感じ、どんな感じなのかちょっと外に持ってってですね、でそれをちょっと走ってるやつをお届けしたいと思います。で、あと、細かいところはこれから、お届けします。では早速行ってみましょうか。はい、これがですね、キックボードズーターの全長です。約80センチあります。約80センチ、ちょっと見にくいですかね、80の文字がね。まあ、ちょっとメジャーを、ね、置いたんですけど、 3D なんで奥行きで多分わかるかと思うんですが、はい、これがフロントタイヤです。フロントタイヤ18センチあります。約18センチあります、直径がですね。で、後ろのタイヤも同じだけ18センチあります。はい、これがですね、後ろのタイヤです。すいません、ちょっとメジャーの固定がうまくできなくて、ちょっと見え方きちっと見えてないかと思うんですけど、これも18センチ同じくあります。で、この後ろ、これね、これブレーキになってます。後ろのブレーキです。ちょっと力が弱くて踏めないんですけど、ここをグッと踏むとキックボード特有の、フェンダーブレーキですねになってます。はい、でこれがステップの全長です。ステップの全長が、まあ、約66センチですかね。約66センチあります。結構長いです。ロングホイールベースっていうべきですかね。結構大人の方でもゆっくり乗れるぐらいの縦の長さありますね。あとステップの、幅なんですけど、よいしょよいしょ、約19センチですね。約19センチあります。なので、まあ、普通に足を置いても、大丈夫なような感じなんですけど、よいしょ、ね、結構
ステップにゆとりがあります。はい、このズーターっていう、キックボードの特徴なんですけど、一番の特徴なんですけど、フロントブレーキ、前ブレーキがあるんです。でこれは今折りたたんでる状態でブレーキが効いてる状態ですね。折りたたむと、もう完全に前タイヤはロックするように、自動的になるように設計されているようです。はい、これがですね、前ブレーキですね。今ちょっとまだ畳んでるので、ロックが効いてる状態ですけど、前ブレーキが、こう向けた方が分かりやすいかな。こう向けた方が分かりやすいかな。よいしょ。前ブレーキが、右側についてます。はい、このズータの組み立て方なんですけど、組み立て方っていうか、まあ、走るための準備の仕方、これですね、見えますかね、これ。このピンを、ここ真ん中を押しながら引き抜きます。で、よいしょ、よいしょ。で、見えてるかな、見えてるね。ああ、いかんいかん、ちょっと待って。で、この穴の位置を合わせて、この穴の位置に合わせて、これを差し込む。これだけ。はい。これでですね。ここ。ちょうど、ここにバーがついてるの。これを上げます。上げるとロックが解除されて、これが、上がり下がりするようになります。で、まあ、適当なところで、よいしょ。パチンと。するとロックがかかります。これで乗れる状態ですね。ほんで、よいしょ、見えますかね、ここブレーキも解除されます。で、パチッとキュンキュン、パチッと、はい、いかがだったでしょうか。簡単なその、まあ、機能と、サイズと紹介させてもらったんですけども、あとは、乗った感じこんな感じですよってことで、走ってる、動画はですね、ちょっと近くの、広場に車で行って、で車のちょっと車内からカメラ回してたんですけどね、あんな感じで、ちょっと撮ってみました。はい。で、今ですね、今日、8月の8月ちゃうよ、3月9日どこ見て8月って言ったの ?3 月9日。はい。3月9日のですね、今この時間帯に撮ってるんですけども、で、値段の件なんですが、ですね、今買うと、56,800円。税込みでするみたいです。はい。まあ、収録日が3月なので、で多分これ今ご覧いただいている方々は多分4月、日本の税制改定が行われた後かと思います。値段も、まあ、ちょっと上がってるかもしれません。はい。今は、
この値段なんですけども、はい、で、あ、そうそう、乗車最大荷重、まあ、重さですね、何キロまで乗れるよっていうのが、114キロまで乗れますということで、かなり大柄な方でも十分対応できるんじゃないでしょうか。はい、で、それとかあとは、まあ、大人の男性女性であれば2人乗り、平均的なその体重でいくとですよ、平均的な体重でいくと2人乗り、まあでも高校生ぐらいだったら多分2人乗りぐらいいけるんじゃないですかね。それぐらい、丈夫な、ものです、はい。で、もしよろしければ、ちょっと高いですけどね、キックボードでお前そんなに出せるかよっていう人もいるでしょうけど、もしよろしければ、はい、見た目もかっこいいですし、で、あと、サイトの方、説明欄の方に載せておきますけども、かっこいいモデルもありますんで、気に入った方はいかがでしょうかということで。では。